毎度ご視聴ありがとうございます。なんちゃってギター弾き大工マンです。さて、今回は昭和フォークというよりニューミュージック。ユーミンの名曲、守ってあげたいの弾き方を解説します。左手で押さえるコードや右手の動きがよくわからない方は、基本動画をご用意しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。講座では、一般的に歌いやすいキー、押さえやすいコード最優先ということで、今回は7フレットにカポタスト。 Cコードを軸にご案内いたします。早速コードチェックです。使うコードは全部で10種類、アルファベット順に紹介します。まず Am、 A 系のコードは5弦を中心に響かせます。次に C、 C 系も5弦が中心になります。次 D 系は4弦が中心、まずは Dm、 次に D7、 E 系は6弦から Em、E7、 押さえやすい簡易型の F は6弦、5弦を弾かず4弦から。 Fm は人差し指1本で1フレットの3本分、1弦、2弦、3弦を一気に押さえ込み、こちらは1、2、3弦だけを弾きます。G 系は6弦から響かせましょう。 G、 小指を人差し指に変えて G7、 では始めましょう。冒頭の2行、オリジナル音源ではこのサビの部分がイントロ代わりに使われています。そこで今回右手の動きは、まずこの2行をアルペジオでつまびいて、その後はストロークという2本立てにします。つま弾きとの併用ということで、今回本番の演奏ではこのような指にはめるタイプのサムピックを使います。サムピックがあればつま弾き、アルペジオと腕振り、ストロークの両方がこなせます。サイズや硬さのお好みには個人差がありますから、楽器店でお好みのものを選ぶと良いでしょう。また距離感の違いからどうも違和感があるという方は、まず指だけでアルペジオの練習をして動きに慣れてください。アルペジオは基本動画05で詳しくご案内しているタラリラを使います。図の左から右に時間が流れていきます。一番下の6という横線が一番太い6弦、1の横線が最も細い1弦になります。はじめの親指は弾くコードによって弦を変えてやります。図の赤いアルファベットがそれを表していて、例えば G コードや E コードなら6弦、 C 系、A 系のコードなら5弦から、簡易型の F や D 系なら4弦から弾き始めます。例えば冒頭の C コードなら、はじめに親指で5弦を引き下ろしたら、次に3弦を人差し指で引き上げ、次に2弦1弦をそれぞれ中指、薬指で同時に鳴らして、最後にもう一度人差し指で3弦。これを連続して行うと、あります。1行目前半の C、G、Am ですと、それぞれ5弦、6弦、5弦となります。1行目後半の F、D7、G、
G7 ですと4弦、6弦となります。同じ調子で2行目を弾いて最後は G7 ストロークで1番の歌詞へつなぎます。では冒頭1行目のアルペジオをゆっくり弾いてみますから聴いてください。1行目と2行目は同じコード進行です。そこで1行目だけゆっくりご一緒に練習しましょう。4カウントで入ります。1、2、3、4。同じ調子で2行目を弾いて最後は G7 ストロークで1番の歌詞へつなぎます。こんな感じです。すべての音から押さえ方やアルペジオの指の動きがまだ不慣れな方は、今の部分を繰り返し視聴されながら押さえの移動、指の動きがスムーズに進むよう練習されることをお勧めします。次に右手ストロークの弾き方です。腕の振りは基本動画03でご紹介しているジャンジャカジャカジャカを使います。ハートマーク4つ、つまり4拍の間に1拍目上から下へジャンと引き下ろし、2拍目引き下ろしと引き上げを素早く行ってジャカ、3拍目4拍目も同じくジャカジャカ。これを連続して行うとジャンジャカジャカジャカジャンジャカジャカジャカとなります。では1行目のコードチェックをしておきましょう。コードが頻繁に変化しますがしっかり頑張りましょう。 C は5弦から、 G は6弦、 Am は5弦、 F は4弦からEm は6弦、Dm は4弦、F 4弦、Am 5弦、D7 4弦、GG7 は6弦。とはいえ今は5弦6弦4弦と詳しく申しましたが、実際の演奏ではそのあたりから音が出ていればよしということでいいでしょう。ではお手本を聞いてください。1、2、3、4。
1行目だけゆっくりご一緒に4カウントで入ります。1、2、3、4。続いて2行目をゆっくりご一緒にどうぞ。4カウントで入ります。1、2、3、4。次の行、1行目、コードチェックです。G は6弦、E マイナー6弦、F4 弦、E7 6弦、A マイナーは5弦。では1行目だけゆっくりご一緒に、4カウントで入ります。1、2、3、4と2行目はコードが頻繁に変わる難所です。お手本を聞いてください。1、2、3、4。もう2行目だけゆっくりご一緒に4カウントで入ります。1、2、3、4。もう最後のコードチェンジが難しい方は、夢を捕まえての部分、夢を F から捕まえてねの G のところまで引っ張って、間の D7F を抜いてもいいでしょう。夢を捕まえて。終盤の3行、1行目、2行目はそんなに難しくはありませんが、最後の3行目、少しリズムの変化があります。3行目の終わり、Cause I Love You の C、F、C のところで、ややリズムが変わります。お手本を聞いてください。Cause I Love You。具体的には、ジャン・ジャカのジャカの部分が一つ抜けるだけです。では、3行目だけゆっくりご一緒にどうぞ。4カウントで入ります。1、2、3、4、Cause I love you。では3行を通しでゆっくりご一緒に4カウントで入ります。1、2、3、4。
感想とエンディングはご覧の通り。感想は G または G7 を織り交ぜてもいいでしょう。エンディングはフェードアウトしていきます。では最後にお手本の真似事演奏を聞いてください。やがて皆さんのギターからも素敵なユーミンワールドが生まれてます。それを夢見てレッスンに励んでください。では今回はこの辺で。お疲れ様でした。 1, 2 You don't have